どうして俺の人生こうなっちゃったんだよ。ああ、そっちしいかもやわ。俺の人生こう終わってんだよ、もうついてんだよ。ああ、そっそっそくそ、ああ、そっそっそ、俺はあれこれ、ああ、うわあ、そうなって俺の人生こうなっちゃったんだよ。ああ、くそ、就活もうまくいかねえし、大学生活も何もできねえしよ。ああ、くそだよ、くそか。先ほどは、ちょっとね荒れてる画像を見せてしまってごめんなさい。私ね、YouTube を新たに始めることにしました。小屋のというものです。まあよろしくお願いします。このチャンネルではですね、こういったね陰キャラの日常やね、動画なんていうのをね配信できたらなっていうふうに思います。ではね、このまず当チャンネルの主のね現在の状況について、確認していきましょう。現在の、状況なんですけども、まあ、非常にね厳しい状況が続いております。まずは私は中央大学という大学に通う、大学、まあ、4年生なんですけども、実はですね、一流しておりますね。まあ一回、単位を落としすぎてしまって、ちょっとね、中央大学の経済学部っていうね、楽な、部にもね関わらず、留年をしてしまうというね厳しい現実をね突きつけられました。でさらに、就職活動の、持ち駒が全くもってありません。持ち駒ゼロですね。はい、ね、就活もね全然うまくいかない状況が続いておりまして、でさらにさらに大学内で友達いないんですよ。まあね、大学1年生の時はね、結構ね、割と、こう、気軽に話せる友達とかいたんですけども、なんかね、大学2、3年の時になんか変なウイルスが入って、オンライン授業になったせいで。で、大学4年になったらですね、友達が誰もいないみたいなね、そういう時期に陥って、で、ぐだ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 と1年半を過ごし、今こういう状況になっております。就活に関して、さらに説明していくとですね、私ね、一次面接がね、通ったことがありません。はい。一次面接でもね、全然通らないんですよ。私ね、ちょっと、今はこうやってね、まあまあ喋れてるかなっていうふうに思うんですけども、まあ、編集でまあ、ごまかしてるだけなんですけどね、人と喋るの本当に苦手で、ね、友達同士だったら、まあまあ、会話とかできるし、面接の場面になるとですね、途端に上がるんですよ。どういう感じに上がるのかっていうと、もうガチガチになっちゃうんですね。これもう何回もやったんですけど、全然うまくいかなくて、中央大学経済学部経済学部情報システム学科の、ここやねです。志望動機は、車の会社を志望して、車の、車のに携わりたいと、社会の潤滑油になりたいな、的なことをね、語るので、まあ面接で上がっちゃって全然喋れないんですよ。ふざけんなよ社会、社会、俺ら面接できねえんだよ。人と話すってどうやんのよ。もうどうやって人とね目線話して、こうやってしっかりね自分の思いとかね志望動機とか自己 PR とかどうやったら伝えられんだよ。難しいだろう。なんでそれが当たり前のようにできるってさ、みんなそれを要求してくんの。ふざけんなよてめえ。当たり前のようにさね、面接よろしくお願いしますね、こうやってペラ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 さ、自分の魅力だとかさ、自己 PR だとかさ、そういうの志望動機とかさ、薄っぺらい、どうせ会社に入ってさ、ゴロ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 と正社員として帰省してやりたいですみたいな、そういう理由しかないのに、どうしてね、みんなそんな風に嘘ペラペラ言えるんでしょうね。僕ね、正直言ってね、バカ正直なね、バカな人間なのでね、どうしてもね、言えないんですよ。どうしてもなんか本音が顔に出ちゃうっていうかさ、まあ、そういう風にうまくいかないから、こうやって、いろいろとそんな役回りとか押し付けられて、いろいろやってるきてるんです。まあ、就活はクソだということがね、わかりになったんじゃないかなっていうことで、中央大学をね、留年、就活が全然全く決まらない、友達がいない、っていうね、三重苦に苦しめられてる。トリプルスリーですよ。なんでこうなっちゃったんだろうな。俺の人生何が悪かったんだろう。自分のね、結構積んでいる状況が、分かってもらったところで、僕結構喋ることが苦手で、まあ、こうやって YouTube でこうやってベラベラ喋ってるように言えるけど、ほんと面接になるとマジで上がって、
もう何もできなくなるっていうのがいつも僕なので、まあ、そういった姿もね、皆さんにねお届けしたいかなっていうふうに思うので、よろしくお願いします。で、最後になんですけども、まあそうですね、僕一応ね、あのお前ら陰キャラだとは違ってね、まあ、一応ね、あの彼女もいるしね、画面の前のお前らもね、どうせいないと思うんだけど、まあ実は僕彼女いるんですよ。で、さらに、言えば、まあそうですね、趣味はね、まあなんか女のケツを追いかけ回すことですね。なんか尻をね、女の子の尻を撮影してね、こうやって見るのね、好きなんですけどね、ちょっとこういうのはあんまり言わない方がいいかまあそういった、趣味があったりしますね。まあね、思い切り返せばな、本当にクソみたいな人生だよな。ずっとさ、小中高といじめられ続けで、社会理解されず、ふざけんなよ、なんでだよ、なんで僕のこと理解してくれねえんだよ、ふざけんじゃねえぞお前よ、もうどうしてこんな人生になっちゃったんだよ。こうやって社会にさ適応してさ、いろいろと頑張ろうとして、でいろいろと社会に合わせようとして、面接であったりとかそういうのやろうとして、いろいろとね、人のご機嫌伺って、それで部活とか頑張っても、卓球部でね頑張っても、野球部で頑張っても、まあ、なったら小学校はそろばんやってたけども、全然報われなかった。僕の人生ね、全然報われませんでした。なんでちょっと YouTube を始めることでね、なんか自分変わるきっかけにできたなっていうふうに思います。まあ、YouTube ね、まあ僕、まあでもまあ動画投稿もね、まあ7年間ぐらい続けてるんですけども、まあ、全然なんか僕自身が有名になるみたいなことなかったですね。まあ、ゆっくり実況でやったりとか、オートマットであったりとか、アングルジャンルであったりとか、まああとは、なんか、ボイスロイドとか、ボイスボックスとか、まあ、結構ありとあらゆるジャンルやりました。なんか、クソみたいなアフィリエイト動画も作りましたし、フリーランスで動画制作してた時期もありました。でも、どれも全然報われなかったんで、まあ最後の最後くらい、まあ自分が顔出しして、ね、死ぬ気で、本当に死ぬ気で、YouTube やっていこうかなっていうふうに思うので、皆様ね、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいかなっていうふうに思いますね。今回は初心証明という感じでなのでね、まあちょっとあんま面白くない話ばっかかなっていうふうに思うんですけども、まあこれから面白い動画バンバンね、上げていこうかなっていうふうに思ってるんで、皆さんね、よろしくお願いします。ではね、ありがとうございました。それにしてもね、なんで僕こんな人生送ってるんでしょうかね、顔出してね。ほんとふざけんなよ。ではね、また、見てくださると使えないですね。次は多分就活動画になるかなっていうふうに思うので、ぜひね、よろしくお願いします。では、アディオス。